重力アンチドーピング反抗期いや、こんにちは、パーチームのうちです。こんにちは、パーチームのあゆとです。はい、今回はあゆととの第2弾レッドリフト、僕が指導していきたいと思います。お願いします。もう93キロ級なのにね、 247.5 っていう記録だからもっと伸ばしてほしい。ありがとうございます。だってそれで 247.5 で710乗るってもうおかしいんで、サブが行き過ぎなんで、よいしょよいしょ、2年後くらいには300くらいやっぱ行ってほしいな。おりゃ、でもって800、トータル800。よし。ということで、はい、今日僕がね、デッドリフトを指導して、もうナローデッドリフトで300引いてもらうメソッド、はい、とか言ってね、まあ全然ちょっと僕もね、そんなナローで300って引けないんでね、うん、まあ、しょうがないですけど、まだまだ伸ばせる。絶対270は前引いてんの僕見てるんで、1年前ね。そう、1年前ね。でも その時も別に大してそんななんかもうガチガチにね、練習、まだまだね、やるとこを予兆がある中でのその270なんで、300絶対いけます、ナローで。だから、とりあえず今日フォーム指導してね、そのきっかけになってもらえるかと思うんで、やっていきましょう。いきましょう。あう。やっていくよ。アイトのとこ見てて思ったのが、アイト足裏の位置この辺だなと思ったんだよね。低い。あ、あれだね、シャフトからちょっとシャフトから土踏まずがすげえ離れてるなっていうのは正直思った。うん、うん、なんかそのファーストの多分設定をもうちょい大事にしたら変わってくるかなっていうのは。ああ、前期でガチ、そう、ガチガチアドバイス、ガチアドなんだけど、ガチアドガチアドで多分もうちょい、もうみんなこれは共通なんだけど、うん、しっかりまず肩を下げるっていうこと。下げるってどういう感覚かって、うん、じゃあ俺の肩の下げってこういう感じなんだけど、ちょっと背中触ってみてます。ここで肩下げます。え、下げます。何これっていう、この筋肉何この筋肉何、まあ、背中のもろもろの筋肉なんだけど、え、何これ新しい筋肉じゃん、うん、え、何下げ、多分下げ方の多分力の入れ方がちょっとまだ気持ちね、うんうんうん、どういうこと気持ちいい、うん、若干、うんうん、屈曲進展どっち、屈曲まではいけないんだけど、今は若干ちょっと進展気味になりすぎ感はある。俺 B1 だからさ、うん、でちょっとここにテンションを保つようなイメージ、うん、あ、でもいいね、その感じ、その感じ、その感じを毎回設定して、うん、まずは上半身の設定としていこう、うんうん、で、でもってじゃあその肩の設定を作りました。あ、なんか新しい、こんなことやったことない今まで。あ、本当、肩の設定を作りました。はいはい、肩を下げました。はい、下げましたね。はい、でまあ取りに行くよね。取りに行きました。はい、取りに行った時にここが開くんだけれども、うん、ここのテンションは保つみたいな。はいはいはい、はい、その時抜けてるんだよきっと。うん、抜けてる。いつも抜けてる。でも俺のこと触ってみて。すっごい硬い。おお、すごい。おお、すごい。その保ち方で、うんうん、多分ヒンジがこう決まるのかなっていう気はしてて、うん、すごい、ずっと一定で硬い。でもちろんちょっと抜けつつもあるんだけど、このなんだろう、スコーンって抜けてる感じがなく、ね、最後の一定として圧がかかりすぎて、でもって多分この入れる瞬間はめっちゃかかってる、ね、そうで入れる瞬間にまたギュンって硬くなる、この浮き始めの、うん、この瞬間ね、そう入れる瞬間にめっちゃガンってなるから、うん、そこでこう圧が高まってる感じがいっぱいするから、すごいなんかこの言葉で切るで下ネタみたいな。なるほど。じゃあこれをやる時の落とし穴っていうのが肩にやっぱ力が入っちゃうっていうこと。ああ、それ下げたけどやっていく中でこう握っていく中でなんだかんだで最後肩に力が入ったあれあれっていう部分があるんで、そこがもう気をつけなきゃいけないところ、うん、入れながらも脱力をするっていう、うん、でもその脱力をじゃあどうやってやっていくかっていうと足の力の入れ方なんだよね。ほう、だからテンション保ちました、肩下げました、うん、下げましたよね。じゃあなるべく背中のテンションは抜かないようにするんだけど、うん、肩にも力を入れたくない、うん、じゃあここで肩を下げたいよね、うん、じゃあこう肩を下げるのに、うん、ここで足の力を加えます、肩下がります、でも背中のテンションを保ったまま浮かしてきます。なるほどね。でここで足の力のかかりが甘い中で、うん、じゃあちょっとこう背中に力を入れてとかってやろうとすると肩に力が入ってしまって肩が下げれてない、うん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 、肩を下げるための足の力っていうのが背中の力っていう、こうその2つの力がこう分かる、もう合わさり合うことによって圧が高まります、浮いてきます、でも肩は下がったままです。なるほどね。
っていうこのファーストのポジション設定の圧の設定の仕方、これすごいわ。すごいすごい。すごい。うん。ちょっと本気になるわ。やっぱパワービルディング大事だからね、うん、やっぱりパワーだけやってボヨボヨに太ってもダメだし、うん、やっぱ俺らみたいに、うん、そのちゃんとボディメイク、うん、ちゃんとやってある程度絞れてる状態、不適切なコンテンツ、肩を下げ背中のテンションを確認します。はいはい、あの足裏でのなるべく背中のテンションを保ったまま足裏の押しの意識で肩を落とします。肩を落とします。 OK。 でこのまま引くんだっけ、あるっていや、なんか、うん、もともといつもここで上でって言って、うん、ガンって言ってた。あ、それ言うかもしれないね。うん、それが一番なんかいきそう。下でね、こねれないの。うん、いや、下でこねない方がいい。そしたら、あ、ほんと、下でこねるに、こねないに越したことない。あ、やっぱそうなんだ、うん、いや、あのバーを触ってからが短い方がいいの。なるほど、ね、当たり前なんだけどね。はいはいはい。じゃあそれに越したことはないから、そこから言う。足の裏の足、足裏の足で肩を落とす、浮かしてくるみたいな。うん、なるほどね。ブレは全然なくなるわ。ブレは、え、だから、え、多分ね、アップガスもやってやった方がいい気がする。あとはこれはもう試してみてなんだけど、ほう、今すごい抜けやすいって言ってたじゃん、うん、腹部のなんか力の入れ方みたいな話なんだけど、うん、見てみよう。あった方が大成功。おーい、やめとけよ、恥ずかしいぞ、ボールとなるから。さ、まあこれ肩下げたじゃん。肩下げて、背中のじゃあテンション抜かないようにってやると、結構な人がこうやってバーを取りに行っちゃう。やる。結構な人がこうやってバーを取りに行っちゃうんだけど。行っちゃう。腹部の力が抜けてます。あ、これ抜けてるんですね。なので、はい、イメージとしては、こう入れたよね。これ入れた時に腹部の力もしっかりこう入ってるはずなんだよ。うん。で、腹部の力も抜かないまま入れていく。このポジションいく。うん。わかる。わかる。さっきのは、背中にばっかりテンションを保とうと思ってこういう状態。ウェイトリフターみたいな感じだね。ウェイトリフターの、そうね、昔のちょっと特殊だけど、あれだけど、状態を立つから。ウェイトリフトっていうのはもうここでフィニッシュなので、うんうん、ここまでをいかに。ああ。悪いのは、うん。これ背中のテンションは保ってるけど、腹部の力がかかってないので。重くなった時に遊びで背中負けます、うん、前に倒れて腰曲がって、うん、背中が強い人はこれでもある程度引けちゃうんだけど、うん、なるほどね。いや、今のところでちょっと腹部チェックします。これ分かりやすい、大丈夫、このお腹大丈夫です、これ分かる、大丈夫です、これ分かる、うん、じゃあ、うん、はい、OK、 テンション、自分の負けないテンションを作りました。はい、足裏でしっかり押してくる。全然こっちの方が軽い。あとね、軽いのもそうだけど腰が痛くない。あ、やっぱ腹部の力の使い方が苦手なのかなっていう気はしてる。ということでね、今日これからあの腹筋トレーニングを最後にやって終わろうと思います。はえ、ちょっとやろうよ、やろうよ。やだ腹筋トレーニングやってる。やだ、デッドだよ、デッドはデッドやる。デッドに繋げるための腹部の使い方さ。ふざけんなよ、聞いてねえよ。今日はあのハンギングレッグレイズということで。ハンギングレッグレイズ、はい、ぶら下がったやつですね。はいはいはい。で持ってぶら下がります。俺のおすすめとしては、うん、ぶら下がった後ある程度腹部の締めをこう作ってから、わかる、腹部の締めを作ります。はい、腹部の締めを作りましょうかね。はい、締めを作る、ちょ、これさ、脱いだ方がいいんじゃない。あ、ごめんなさい、うん、腹部の締めを作ります。はい、腹部締めました。締めたまま、え、何これ、何シルクドスレイよこれ。締めます。YouTube。はい、うん。こうね。腹部の締めを作るためには、うん、若干こっちも、うん、ちょっとこうする必要がある。うん、ちょっと無理やね。わかるわけないな、そんな。わかる。うん、今は、うん、ここだけ締めようとしてもこんな感じ。まあいいんだけどそれでも。うん、あ、どこで持ってたのそれ。肩を落としつつ腹部を締めるような。おお。はい。あ、ですね、105キロ、大丈夫です、じゃあ膝を曲げていきましょう。膝を曲げて、これは無理でしょ。何キロ今、ちょっと待って、大前提が違うじゃん、これ。あ、ごめんだって、膝を曲げていきましょう。やり方ずるいでしょ、ちょっと。膝を曲げるね。はいはい、いいよ、これでね、はい、全体を、はい、あ、膝曲げていいですよ、膝曲げていいですよ。
で肩をもうちょっとこの肩の落としも加えつつ、おお、肩こっちなんですよ。なるほど、やっぱり、うん、これ難しい、これちょっとさ、あの階級間違えたじゃないですか相手を。いや本来できた方がいいんだよ、本来できた方がいいんだけど、とりあえず実践しましょうでできるレベルじゃない。ちょっとじゃあ次に、うん、これでいきましょう、はい、これの方がきっとやりやすいので、こっから、はい、はい、よし、そうですよ、これですよ、2、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、10ね、11、11、11、20、20、20、20、20、え、まだ、待って、え、10じゃないの、20、20、20、20? 腹筋は20からだから、その10でやる種目じゃないから、腹筋ってアブローラじゃないんだから。この息切れを聞いてもあと10やらせるってことね。うん、よし、また1からね、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや待って、鬼、待って待って待って、俺もし奥さんだったら即行今離婚してね、ここでもう離婚したい、今ので。じゃあ15でいこう、15で負けろ、OK、あと、こうってことでしょ、あと15回ってこと。こいつ頭おかしい、マジで。マジで頭おかしいよ、ほんとに。こいつ頭。肩しっかり下げていこう。せーの、はい、下げた。はい、オッケー、そう。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、下げる。6、7、8、9、10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 、
はい、はい、14、15、はい、ありがとう。それでは、良いパワーライフを。でも、これからやっぱこの腹部のトレーニングは結構やり込んでった方がいいんじゃないかなっていう、俺からのあれ。確かに現状めちゃくちゃ弱いからやった方がいいと思うんだけど、うん、ちょっと軽量級向けかもこれ。ああ、すいません、自重だから。これもうちょっと頑張って、うん、腹部のコントロールとか肩周りとか含め、うん、そうだね、圧のコントロールのためのトレーニングっていうのがこれからの課題になってくるでしょう。なので腹筋のための腹筋じゃないってことね。あ、もちろん、もちろん、いかにこうつなげていくかって話ってこと。もちろんスクワット、デッドリフト、もっと言えばベンチプレスも大事だと思うんで。なるほどね。この腹部のコントロールね、こんな感じで皆さんしっかりデッドリフトではですね、デッドリフトだけじゃなくてそれを強くするためのいろんなアプローチがあると思うんで、参考にしてみてください。これからあると強くなります。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチームに入部お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。